はい、こんにちは、グリードです。この前ね、ラッシュ道場っていうね、視聴者参加型の 2v2 企画をやりまして、でその最後にあのウィンレッドとね 1v1 をしたんですよ。まあ、ウィンレッドはもう 7-8 年ぐらいになる付き合いのラッシュメンバーなんですけどね。ウィンレッドはついこの間までの COD の大会に出てて、で僕自身は COD の選手はずいぶん前にもう引退はしてしまったんですけどね。まあちょっとね、僕が先輩っていうところをね、ちょっと見せていきたいと思います。で今日はね、動画に行く前にちょっとお知らせがあります。そして本日は僕が今この着てる服ですね、なんと服の提供をいただきました。本日はね、この株式会社テンシャル様のワークウェアを提供していただいたので、こちらを着ながらプレイしていきたいと思います。まあ、実際の商品はこんな感じで、まあほら、まあ動画で見ると普通の T シャツとスウェットじゃないですか。でもこれ素材が結構すごいらしくて、具体的に何が一番すごいかって言って、やっぱこのね、素材ですね。素材、普通の T シャツとかこう綿とかポリエステルでできてると思うんですけど、この服はセルフレイムっていうね、あの繊維でできていて、自分の体から出る赤外線を跳ね返して結構促進してくれるらしいです。あとね、こう着てみるとね、もうめちゃくちゃ軽いんですよ。これもう軽すぎて着てるかわかんないかぐらいやもん。そんなことはないね。これは言い過ぎたわ。これは言い過ぎです。さらにね、こう、吸湿速乾機能もついてるので、もう常にサラサラしてて、まあ、夏着てても全然ストレスがない感じしますね。さらに、この服はね、洗濯にも強くて、実際にね、こう、洗濯と乾燥一回かけてるんですけど、もう全然シワにならないし、洗濯ネットもしてなかったんだけどね。普段のこの洗いやすさも備わってます。というわけで今日はこのミガルドライを着てゲームをやっていこうと思います。ラスト、グリード対ウィンレッドの 1v1 勝負だって。おー、来たか。いや、やってないわ、帰るか。ガンファイトの 1v1 ってできるのこれ。よし、やってやろうじゃねえか。おい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 、このまま行こう。座ってないで。あー、なるほどね。うわー、これ下ありそうだな。ヘムロック。何これ。おい、ヘムロックだ。アサルトライフルだよ。俺のスライディング見せるか。これ、なんでもありだもんね。ああ、なんだまれでいくか、したら。どこにいるんすか。撃って。はい。あれあれあれ。ああ、あそんな体出しちゃっていいんですか。うわ、最悪や。あれあれあれ。現役選手じゃないですか。ちょっと前まで大会出てたんじゃないですか。あれあれ、あ、痛い痛い痛い。どこ行ったんだよ。わあ、嘘、乗ったぞ。旗触ったぞ今。いや、旗触ったぞ今。うわ、くっそ、もうくそ芋じゃねえか。くそ芋しております。いや、いいさんでしたね。せましたがどうかと思うぞ、ほんと。なるほどね。あ、そういうことか。お、いいショット打ちますね。ありがとうございます。あれ、やった。何それ。いやー、え、モロトフ、決めモロトフ、マジ。嘘だろ。そんなミラクルある。クリアリング。そんなことある。うん、どこにいんだよ。いや、マジか。いや、なかなかうまいっすね。おうよ。ああ、なるほど、うまいっすね、そのスモーク。やりますね。食べてないってことは多分どっかで止まってるってことですよね。さあ、どうすかね。なるほどね。ちょ、怖い、どこいんの。うぜぇ、あたこ、あぶね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 、最悪、どこにいんだよ。あぶねあぶね、あぶねえ。うわ、上じゃないんだ、下なんだ、そこ繋がってんだ。
やばい、バレちゃったな。終わってる。やってるね。うわ、そっちか。ありがとうございます。よし、フロート。よし、え、それフロート。いや、おい、フロート単発ですよ。強よ、え、強よ、フロート。おお、来たぞ、おい、スナイパー。うわ、え、お、は、お、お、こいつ、お、お、やりましたよ。やりましたよ、こいつ。いやいやいや、そんなことない。スナイパーじゃなくてハンドガン使いましたよ。いやいやいや、あー、これ負けっすね、もう。やめてください、やめてください、そんな。スナイパーで勝負しないなんてもう終わりっすよ、もう。あー、くそ。ありがとうございます、グリードさん。ありがとうございます、グリードさん。うわ、頑張ちだよ、おい。頑張ち。いや、まあ、勝ちが正義なんで、当然。ハンドガン使うのはね、ダメだよ。ハンドガンは。いや、ありがとうございました。はい。いやー、どうすか、みんな、今の。ありがとうございました。ハンドガン使うのどうですか、今。あれ、どうですか、あれ。スナイパー 1v1 じゃない、最後に。ナイパー 1v1? ナイパー 1v1 じゃない。スコップもなしですよ。あ、スコップもなしで。オッケー。ノーマタやな。おいよ。レッツゴー。おいよ、おいよ。このスキン黒いね。おいよ、おいよ。覗きもおっさ。あー、スナイ、おっさ。スナイパーって感じするね。まあ、条件は一緒や。あ、ハンドガンは、ハンドガン。ハンドガンダメや。あ、ごめん、あ、レーダーオンじゃねえや、俺。ストーリー。うん。行くね、したら。あれ、なんか近くねえですもん。よし。行った、え、我慢してんでしょ。覗き込みやべえから、押せ、押せ。やばい。よし。お、やべえ、マジかよ。どこだよ。リモってんじゃないそれ、さすがに。よし。うぜえ、遅すぎだろ、覗き込み。うわ、マジか、見んかった。これでやばいよね。リス読みできるからな。今のうまいでしょう。いや、俺もね、今同じようなことしてたんよ。遅すぎ、覗き込み。ちょっと待って、それ。ぐるぐるしてるって。いや、うまい、マジでうまい。やばい、それは。え、どこ。うわ、伏せは、うわ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 、伏せてますよ、ね、あいつ。おい、伏せがん待ちやぞ、あれ、多分。伏せがん待ち、伏せがん待ち。あなた落ちましたよね。よし。あー、マジ、今の負けんの。よし。やる。嘘だろ、リス狩り。よし、あと1点、あと1点、あと1点いっちゃうよ。ちょっと待って、あ、トリックショットしようかな、これ。やばいって、その強気のスライディングは。あ、トリックショット強気でくんじゃないそれ。うわぁ、腰ダメ。絶対それ腰ダメ。絶対腰ダメ。おーい、格付け決まりましたね。やる。やるな、その腰ダメ。うわ、1000ぐらいだったら、まあもう1000どうしてもっていうんだったら、まあ結果は同じだと思いますけどね。ね。あ、やるか、まあ、やめときますか、時間もあれだしね、この辺で。やるか、そしたらもう一回だけやったるか。いや、近い近い近い。やばい、リロード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 。うわ、ロリロスラー。危ない、また会うか、一旦。うわ、もう伏せんの好きやな。どうだよ、くっ、伏せん、おお、どう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 、たら、行ってあげるよ。くそ、うめえ。おいおい、ガンマチバックじゃないの、さっきから、それ、ちょっと。
ガンマチは嫌いそうです、グリドさん。こっちもガンマチですけどね、じゃあやりましょうよ、ガンマチで。いけ、花が使っていい、花が使っていい、花が使っていい。ダメやろ、ダメやろ。暗所はもうほぼでしょう、死んでるでしょ、それ。あ、ミスター、え、待って、俺今撃ったのに伏せるだろうな、思って。いやいや、うわ、当てるね、スライディングめっちゃ速いのに。マジかよ、うん、うわぁ、マジか。クイーンデッド選手、うわぁ、マジで。よし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 、いや、さすがに、よしよし、もうさすがによし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 、やる来いよ、え、来いよ行ってやるよ、来いよ、リロードさせろ。おい、リロードしてんのかい。あぁ、おい、これはさ、もう、おえぇ、ー、マジで。うわぁ、マジか。くっくっくっ、あぁ、せっかく11にしてあげたのにな。ありがとうございました。あ、まあまあまあ、こんな、まあまあまあこれぐらいにしといてやるか、今日はな。あ、今日はこれぐらいにしといてやるよ。COD おもろいな、あ、楽しいな、やっぱ COD って。はい、というわけで今日はね、このミガルドライを着てゲームを撮っていきましたけど、着てみた感想としては、とにかく軽くて一瞬で乾く。で、僕はあの日常的にジムも行ってるから、ジムでもね一回着てみたんだけど、汗かいてもすぐ吸ってくれてすぐ乾くので、あの常にこうサラサラしてる感じだから、すごい快適でしたね。まあデザインもこうシンプルだから、まあ普段着としても全然使えると思います。僕普段ね、ゲーム中もね結構汗かいちゃうんだよね、夏場。まあ PC2 台もつけてるからっていうのもあるんだけど、まあそれでもね、こうかいても乾いてくれたから、すぐ、まあ全然ストレスなかったですね。最後に、今回ですね、この動画を見た人限定でテンシャルさんも全商品が 15% オフになる特別クーポンを用意してもらってるので、概要欄ぜひチェックしてみてください。渋谷と東京駅と名古屋にあるオフィシャルストアでもラッシュグリードのチャンネルを見ましたというと 15% オフになるそうなので、ぜひ行ってみてください。今回着用したワークウェアとキャンペーンの詳細については概要欄チェックお願いします。ではお疲れ様でした。